緑市は、群馬県伊東部に位置する市である。2006年3月27日に、群馬県日田郡笠掛町、山田郡大間町、瀬田郡東村の2町1村が合併し新設された市である。2006年3月27日に、群馬県日田郡笠掛町、山田郡大間町、瀬田郡東村が合併し、群馬県12番目の市として誕生した。 群馬県内に市が誕生するのは1958年の安中市以来48年ぶりのことであった。また、平成の大合併において群馬県で新たな市として誕生した唯一の市である。さらに、合併した3つの自治体はすべて別の軍に所属していたという珍しい合併例である。この合併により、新田軍と山田軍は消滅した。 群馬県発の平ななの市である。南北に長い市域をしており、東西を、気流市に挟まれている。笠掛地区、大間,間地区、東地区の各接点部分が著しくくびれている。気流広域県の合併枠組みをめぐる混乱の末、大間,間町の西隣の旧新里村、大間,間町と東村の間にあった旧黒骨村が、 気流市との合併を選択し、気流市の間に挟まれた山町村が、緑市としての合併を選択したため、このような変則的な行政区域となった。気流市への通勤率は22.69%で、同一生活圏にあり、経済面、行政面でも関係が深い。このような構成になった理由として、旧笠掛町、 旧大間,間町、旧矢部塚本町で構成されていた旧浅見水園協定組合が気流協定の主催組合であったのに対し気流市は気流協定の主催から撤退していたことが挙げられる。笠掛地区と大間町地区は道路では結ばれているが鉄道で移動する場合には気流市を経由しなければならない。また大間,間地区と東地区は渡瀬川沿いにあり 渡瀬せ渓谷,谷線、国道122号で結ばれているが、これも間に、桐生市黒骨地区を挟んでいる。もともと旧大間町と旧東村の町村境界は接していたが、その境界線は、山地で、道路も、林道一本でしか通じていない。一応、通れるくらいには、整備されているが、ほとんど通る人がいない。そのため、東地区は、 実質飛び地のようになっている。笠掛町、大間町、東村合併協議会での氏名の選定理由は以下の3点。笠掛町、大間町、東村合併協議会では、氏名の選定基準を以下の通りとした。氏名候補は、緑市を含む5候補が絞り込まれた。その他の候補緑市役所は、文庁方式をとっており、 三庁舎と一支所に分かれている。対外上は、傘掛け庁舎を本庁としている。分庁方式により、業務が煩雑になっていることから、大まま庁舎を本庁とする、本庁方式への変更が検討されている。消防業務は、気流市に委託している。公営競技また、全域で、大技の軸を削除されている。定数。 18緑市の特産品としては、トマトやナスなどが挙げられる。また、市内で製造された、優れた商品や、工芸品に対し、緑市ブランドの商品として市が認証している。就業人工年間商品販売学製造品、出荷額農業産出額農家数データ出店、緑市統計流通、小売施設金融企業その田中市毎年、市が主催する。 中学生海外派遣事業でオーストラリアクイーンズランド州モートン米軍にあるイートンズヒルステートスクールに25名を派遣している。上記学校は緑市からの派遣生しか受け入れをしていない。岩塾駅が JTB 時刻表において中心駅と記載されている。路線バス赤木観光自動車が神戸駅を中心に。 東町内のほぼ全域を網羅する形で5つの路線バス網を持つ。電話でバス緑市は電話でバスというデマンドバスを運行している。大間間笠掛地区を主な運行エリアとし、2016年6月現在で226箇所の停留所が存在する。事前に予約センターへ電話予約することで利用できる。 市内に路線を持つバス事業者に運行を委託し運営されている大学短期大学高等学校中学校小学校特別支援学校幼稚園学校教育以外の施設図書館文化施設市が主催する小スポーツ施設ありがとうございます